お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、一級の方ですね。勝率6割超えのちょっと怖い一級の方ですね。試験飛車。さあ飛車先の歩を突かれたんで、ちょっと鬼殺しはいけませんが、どうでしょう。一回引いといて、まあここの歩は狙いに行きましょう。この歩は守れないですね。で歩をいただいといて、さあまあよく囲うぐらいですかね。ただお相手の方も歩切れなんで玉を囲いづらいっていう形になってますね。さあ鬼殺しと言いますか、鬼殺しはうまくいってませんが、相手の陣形は少し乱せてるんじゃないでしょうか。ちょっと小瓶が空いてるんで、うん、これはこの手めちゃくちゃいいんじゃないですか。角取りで、これはいい手が刺さりました。これは引き筋に行きましょうか。桂馬取れれば竜になれますね。桂馬飛んできたんでなれますね。ただまあこの桂がもう一回飛んでくると、まあ、ちょっとややこしいんですが、うん、そうですよね。2分。いやー難しい。一回王手の筋に竜を入れときましょう。うん、ちょっと馬が閉じ込め、いやーなんか大優勢だとは思うんですが、なんかうまく攻めれてないですね。残り1枚の桂で1分30秒。ただまあ、お相手の方は5一金が下がってるんで、かなり狭くなって、見た目以上に狭くなってますね。受けは難しいんじゃないでしょうか。5三歩が結構効いてますね。ということで取ってきたんですが、この角は取るとなんか広くなっちゃうんで、そうですね、取らないのが正解かもしれないです。次の秋王手が激痛ですね。なので6一玉とかして、それは詰めろ級か。これでもほぼ罪ではないか。次はもう少し腕の立つ相手を当てんといかんの。ありがとうございました。